どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということですね、今回は、就活始めたばかりで、まだ行きたい企業とか、自分がやりたいことがまだ見つかってない人に向けた動画になっております。今までの動画で、皆さんに刺さりそうな部分だけを集めて、一つの動画にまとめたので、よかったら見てください。どうぞ。今の就活の悩みの方を、じゃあ早速言っていただいて、はい、よろしいでしょうか。これを言ったら前者に落とされる気がするんですけど。なるほど、言いましょう。はい、第一志望がないです。どこに行きたいのか自分でわからないっていうのが悩みです。みんなそう、大体そうですよ。まあみんなそうですね。そうでもないですから、はい、周りの友達とか、私はここが第一志望ですとか言ってるんですか。結構その第一志望群っていう会社はもう何社か決めてるっていう子が多いので。第一志望群的なものもないんだよ。今のところ正直ないんです。もし例えば第一志望みたいにどっかじゃないとダメっていうことじゃなくて、結構まあここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいっていうんだったら、むしろすごいいいことなんですよね。キャリアのいろんな理論とかを見てても、チャンスを生かせる人ってあんまり こだわりがなくてオープンマインドな人だっていう研究もあったりするぐらいなんで、うん、だいたいよくあるじゃないですか。あのお昼ご飯どこ行きたいとかって言って、何でもいいですあ、じゃ あのイタリアンにしようかって言ったら、イタリアンはいいやん。あ、それある。お前それだ、それだ。何でもいいじゃないじゃないか。だから単純に無意識ではあるくせに言えてないだけなのか、本当にいいのかってだいぶ違うと思いますけどね。内定は取られてるんでしょ。まだです。会社で志望理由みたいなの聞かれた時に答えられなくて、うちじゃなくてもいいよねって言われたときに、おっしゃる通りですって言ったら落とされた。そりゃそうでしょ。当たりましょう。本当に自分から応募ナビとか見てて選べないんだったら、まずはしゃあないですよね。で、来た人の中からいいな悪いなって言って、いいと思ったものの共通点から軸作っていくみたいなのがあると思うので、まず来たらいい悪いぐらいの理由はなくてもいいんで、もう何でも行くじゃないですよね。ではないです。ですよね。だからそうすると、じゃあこれ共通点で何だろうって頭で理屈で考えれるじゃないですか、はい、そしたら自分が何の基準で選んでたのかっていうのを抽出することができると思うんですよね、はい、そしたら今度は自分からも生きるようになるかもしれないですけどね。就活を始めるにあたって、じゃあ何をしたらいいんだろうっていうところなんですけれども、どんな企業があるんだろうとか、どんな職種があるんだろうっていうのが全く自分の中で見当がつかなくて、何を知っていいかわからないから、どこをどう調べたらいいのかわからないっていう感じで困っているんですけれども、何をしたいのかっていうところを決めていくにあたって、何について知ればいいですか。働いたことないからそんなの当たり前だよって結構言われたりするんですけど、じゃあどうやって選べばいいってなっちゃうので、山ほどあるもんね。ナビサイトもあるし、まあ、YouTube もいっぱいあるし、わかる。あるあるだ、これは。働いてみるっていうのが一番いい方法で、もうちょっと分解していくと、一番やりやすいステップっていうのが YouTube 見たりとか、記事読んだりとか、これってすごくしやすいんですけど、やっぱりそれだとわからない。じゃあその次のステップって何っていうと、OGOB 訪問をして、毎日何やってますかとか、どんなことが辛いですかとか、何がやりがいですかっていう話を聞く。これをすると、ネットで調べるよりも一時情報として自分の欲しい情報としてカスタマイズして質問できるので、というステップが次に進んだ方向性で、その上の方向性っていうのが実際に仕事を体験してみるっていうことをやると、例えば翔子さんであれば、自分をもっともっと高めていきたいと思ってたりするときに、どういう方向性に高めていくかっていうところの仕事として向き合う方向性がフィットしてるなと思ったら、じゃあその方向性で就職先を探していこうとなりますし、違うなと思ったら、じゃあどこが合わなかったなって考えていくと、こっちの方向性にずらしていけば自分にフィットした仕事が見つかるかもしれないっていうのの指針ができていくので、アルバイトだったりインターンだったりっていう仕事を体験していくといいんじゃないかなと思います。今ちょっと興味がある分野とかチャレンジしてみたいことってありますか。正直そこもまだ分からなくて、これまで部活などに注力していたのも、たまたま入ったっていうのがきっかけで、どんどん目の前のことをこなしていくと、だんだんそれが好きになって続けていきたいなって思ったっていうようなことが多かったので、ただ就活になると、例えば面接を受けた時に、どういう事業に関わりたいのだったり、なんでうちなのっていうところに関して答える際に、やっぱり私はこういう事業に関わりたいとか、こういう仕事をしたいって
っていうふうに言えないと、だんだん4次面接、最終面接ってなった時に選ばれる人間にもなれないのかなと思って変わってます。この中で、報道の中でこれだけは絶対守るとか譲れないみたいなところだけ定めといたらいいんじゃないかなっていうのはありますけどね。それはマインド的な部分。そうそう、まあ、例えば僕だったら、はい、分かりやすく言ったら他の人と同じことはやらないみたいな軸があったんですよ、はい、軸って使っちゃいましたけどこれと変わらない部分なんでね、はい、だからその話で言ったら、ね、はい、根本の核のものって何みたいなところと会社がフィットしてさえいれば多分楽しく仕事できるんじゃないかな。ここがずれてると結構しんどいんでね。そうです、ね、うん、絶対に多分自分の中で譲れないポイントってあると思うんですよ、うん、ね。これは絶対に就職仕事する上でも人生の中でも一つのまあテーマなのかわかんないですけど、でこれざっくりとでいいと思うんですよ、はい、僕の場合もそんな感じだったんで、だからそれだけを守っているとブレにくくなるかなっていうのはありますね。で何があってもそのルールは破ったりとか、これ僕らはブランディングとかやってる中でまさに痛感するんですけど、やっぱこう言ってることとやってることがずれてくると、もうこれがつまりブレてるっていうことになってくるんですよね。すごい崇高な理念掲げてます、素晴らしいこと言ってます、でも行動伴ってないって誰も共感するわけないんで、1社目4ヶ月だけ行ったんですけど、はい、こうを辞めた理由は最後の4ヶ月目に社長がお客さんを騙せって言い出したんですよ、うん、いやそれだけは乗れんって辞めたんです、うん、次入った会社はやっぱお客さんのためにって言われたし、で今自分やってる会社はやっぱそこを一番大事にするんで、はい、そういうのは多分あると思うんですね、うん、そこだけずれてなかったら優先事項さえ合ってたらっていうぐらいでもいいかもしれない、うん、それで言うとここだけは曲げられないとかってありますか？それが核となるかまだわからないんですけど、2つありまして、1つは人を大切にしているところで、これに関してはやっぱり自分も大切だけどこう人も大切にしているような会社がいいなと思っています。2つ目はきっかけを与えられる人になりたいなっていうのが漠然としてあって、私はこれまで大学入ってあまり行動できていなかったんですけど、今いろんな経験を積むことができたのは一つ学生団体に入ったっていうたった一つのきっかけだったので、今度は与えられた側だったのが社会人になって働く上で次は誰かのきっかけを作るような人になりたいなっていうのは漠然とあります。誰に対してもそういう態度を取らないっていうところで働きたいっていうのが多分重要な核な気がするから、そういう目線で見ながら会社選んでいくっていうのでもいいと思いますね。すごい分かりやすいし、じゃあ自分はいろんな会社を受けた中でも何を見るのかって決まるじゃないですか、はい、それをなんか核として見ていくっていうのは決まりそうな気がしますね。とはいっても会社ってたくさんいろんな人がいるんで、すごいこう体調が悪い人が何かがあった人がそうやってそういう態度を取ってしまう瞬間があったとしても、はい、ちゃんとそれを適宜するとか、はい、ダメだよとかっていうような大人になっていくんだとかって、そういうのを決めてやったらいいんじゃないかなって聞いてて思いました、ね。ご視聴いただきありがとうございました。こんな感じで旬ダイアリーでは皆さんに、まあ、明日から使えるような話であったりとか自分がやりたいことを探す一つのきっかけになるようなコンテンツをこれからも上げていくので、よかったらチャンネル登録お願いします。ということでありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。